きっかけが何だったかは覚えていない。ただ物心ついた頃にはもう憧れていた。誰もが子供の頃にヒーローに憧れるように、そうなりたいと思った。影の実力者に。我らはシャドウガーデン、影に潜み影を狩る者、ただそれだけのためにある。観客は観客らしく舞台を眺めてるだけで満足していなさい。いずれ敵の全てがあの光に消える。影の世界、月の隠れた今宵はまさに我らにふさわしい世界ですね。我々の目から逃れることなど不可能ですわ。久しぶりの大きな狩り、楽しみなのです。みんな、主様の号令を待っています。容赦はしません。今宵世界は我らを知る。